出てる、すごい。昨日雨だったから、わーい。はい、チェックアウトのお時間になりました。顔がなんかむくんでる。荷物多分連絡すれば下からスタッフさん来て取りに来てくれるんだとは思うんですけど、まあ自分で行けそうなくらいの量なので自分で持って帰りたいと思います。そしてこれハワイで買ったロンティー、これ着て派手派手で、いや、ハワイから帰ってきました、感で帰ろうと思います。ありがとうプリンスワイキキさん、バイバーイ。タクシーを間違えて午後10時で予約してて、ずいぶん来ないなって思ったんだけど、メッセージ見てあれみたいな、午前10時じゃなく午後だって今気づいたんですよ。今10時15分、まだ全然時間があるからいいんだけど、コンシェルジュがいるのでコンシェルジュさんに、まあ、日本語も通じるから電話してもらってすぐ変更してもらって、あとこれから15分後くらいで来るそうです。もうよかった、早めに動いてて。なので皆さんちゃんとチェックしましょう。 Can I pay the cheap by card?You don't have cash? 個人的には海外への入国より海外から出国する方が大変だと思っています。出国するときに日本語対応ができない会社さん、ハワイアン航空とか外資の航空会社を選んでしまったりすると、要はチェックインの時にどうしても戸惑ってしまうことがあったり、車椅子のことだとかサポートのことが伝わりにくいことがある可能性があります。だからこそやっぱり私は英語がまだまだ不得意なので、安心なアナさん、またはその JAL さん、日本の会社さんで行けばチェックインカウンターでも日本語対応してくれたので、とても良かったです。出国レーンも優先レーンがあるので、他の人よりは並ばずに検査に行くことができます。ただ検査が日本の出国より厳しいです。麻薬あるかないかみたいな感じで、髪を体とか車椅子に撫でられて検査したりします。グアムの時はレッグバックもこうチェックされたんですけど、今回はされませんでした、まあ、そういったこともありながら、でも検査終わるまでだいたい30分くらいでしたかね、30分くらいでこの出国ターミナルの中に入ることができました、まあ、そういった移動も含めてやっぱり早く行動しないといけないですし、特にアナの場合は搭乗口が本当に端だったので移動も時間かかります。だそういった移動も考えて早く行ってもう空港内で楽しむっていうことをおすすめしたいなと思います。今ここ2階なんだけどさ、3階に行きたいのに動かない、閉じ込められたと思いきやちゃんと開くっていうね。どうやって見に行くんだろう。なんやかんややっぱりちょいちょいハプニングがありながら、でもアナスイートラウンジについてきつね丼を食べました。他にもいろんな食べ物がありますが、やっぱりここでいっぱい食べると機内食が食べれなくなるので、本当にこういう時だけ大食いな人になりたいなって思います。 Thank you. Could you take please this Okay. And you want one of each or two? Beef, roast beef. Okay. Two or one? One. Okay, thank you. アナラウンジの車椅子トイレはこんな感じです。やっぱり両手すりっていうのがないので、ちょっと肩麻痺の人とかは大変かもしれないですね。大丈夫かもしれないです。これでも機内まで行くんですか？うん、これでね、ドアのところまで行って、でドアのところでまた飛行機用のに乗り換えるんで、
じゃあこのままで行ってドアのとこ行って、ね、でドアのとこで帰りますか。はい、ごめんなさい。あ、大丈夫。これなんかやっぱりこっちの子多分非常に行きやすいかなって思って。日本のグランドスタッフさんとは違って、海外は基本的にこっちから何かやってくださいって言わないとあまりやらないので、どん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 やってほしいことを言うようにしてください。帰りもゆっくりビジネスクラスで帰りました。まあ、こんな感じでいろんなメニューがありますが、まあ、トイレが心配だったので、とりあえずは機内食、洋食いただきました。まあ、こちらも最高に美味しかったです。やっぱり預け荷物入れちゃうとカバン汚くなっちゃうので、まあ、そういう時は汚れてもいいバッグとか、まあ、カバーつけることをやっぱりおすすめします。